ったんですか。ちょっと人参とかさ、どんだけだ。今ね。おひげ生えてない。おひげ生えてない。すごい綺麗、面白い。ブラッブラッタケの。ブラッタケの人参。おひげさんみたい、ほら。ほなお母さんとこ見える。ほな見える。ごめんね、餌あげるのはね、飼育係の人しかあげられないんだ。これ誰？クリ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 、すごいね。大人？果物を食べてる。この子たちはね、果物をよく食べる種類の動物なので、果物をね、いっぱいあげてますね。皮ごと食ってるよ。皮ごと食ってる。いらない。いらない。なんでいらないのって言ってたらね。ね、今はもともと夜ご飯をね分を少しだけ今の時間にあげてね、私まだここ入って間もないので仲良くなる。手出してる。手出してる。手長いんですよ。見て、しかも尻尾でさ、ちょっと捕まってんだよ。ナイフ食べてから。危なくないように、手出してるから。すごくね、食べてんのにクリクリ。食べてるのにクリクリ。ほのか見える？見える？あ、見えるか？見える。すごい。この子は何だろう、食べないよ、ね、どうするんだろう。なんかちょっとこうあのね、好き嫌いとか食べたいもの食べたいもの食べたくないものって結構はっきりしてますね。なんか落ち着いてる、ね、うん、頭がいいですか。このお猿さん落ち着いてるよね、なんか、はい、どうもありがとうって感じ。食べるものもらったらさっさと言えてます。なんかすごい大人だね。さっきの子たち子供だったけどね、かわいい。大人優雅ですね。よしこかわいい。もらうもんもらったらさっき悪い。面白い。ちょうどよかったですね。ユンゴラ、かわいい。向こうにも同じ種類のあのエリマキキツネザルいるんですけど、向こうはみんな男の子でこっちは女の子で、一緒にするとね赤ちゃんができちゃうので今分けて暮らしてます。